なるほど、これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上ね。マリさんの前でこんな格好、なんだか恥ずかしいです。何言ってるの、本当に綺麗。いや、そんな。本当に大丈夫だってば。まだ何か足りないみたいね。え？最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。でも私、そういうのは。じゃあ弁護士としてのプライドは？それはあるでしょ。弁護士としての。オッケー、バッチリ。ほら見てみて。男たちもみんなほっとけないって顔してるよ。こんな気分久しぶりです。ありがとう、マリさん。RK の連中に会いたいんだよね。それだったら私と一緒にスカウトされに行く？スカウト？ RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見るとすぐ寄ってくるの。特に多いのはそこの占領通りね。二人で歩いてみようか。いいんですか？そこまで付き合ってもらっちゃって。私も沙織ちゃんのメイクがどれくらい効果あるか見たいし。いいの、こちらこそ迷惑じゃなければ付き合わせて。あの、いやちょっとごめん。お姉さんたちかっこいいね。今日はどこか飲み行く感じ？それともこの辺の店で働いてるとか？女二人寂しく飲み歩いてるとこね。えねえ。だったら俺におごらせてくんない？いい店知ってんだ、いくらでも飲ませてあげるよ。うわー、すごい羽振りいいんだ。でも私たちめちゃ飲んじゃうよ。大丈夫？ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。はあ、ちょうどいい時にお兄さんたちに出会えたかも。だって今夜は私めちゃくちゃになりたいなって思ってたから。何何、どうしたの？最近年下の悪い男に捕まって、彼ってすごく束縛するから、私もいい子でいなきゃって思い詰めちゃってたの。だから今夜だけ自分へのご褒美に自由になっちゃおっかなって。あら、沙織ちゃん、そんなこと私にも言ってなかったのに。俺でよかったら一緒に乱れますけども。
沙織ちゃんとめちゃくちゃになりたいっす。でも今一緒にいて楽しいのは RK の人たちだって聞いてきたから、あそこの人たちってなんかいろいろすごいんでしょ。沙織ちゃん、やっぱり RK の人とじゃなきゃ嫌なの？私はこの子たちも可愛いと思うけど。なるほどね。だとしたら俺たちって運命の出会いだったのかも。え、それってどういうこと？まさか、もしかしてあなたたちって。まあ大きな声じゃ言わねえけど、RKの中でもちょっと知られてるもんでね。俺ら少なくとも俺らなくしては今の RK にはなってないよな。俺もここまででかくなるとは思ってなかったさ。カムロ町って今みんな RK が仕切ってるんでしょ？まあね、ヤクザが幅利かす時代は終わったからよ。もう仁義とか極道の伝説とかも通用しねえ。これからはいかにルールのねえアンダーグラウンドで戦えるかがものを言う。壮絶な世界、かっこいい。そういえばこの間 RK の人たちで誰か探してたみたいだけど、何年か前に姿を消したとかっていう。あれね、あん時探してたのはガールズバーのマネージャーだった男だな。さすが、お兄さんたちは情報通なのね。5年前にある日突然姿を消したってやつだ。カムロ町じゃ珍しくもねえ話だけどね。何それ、面白そう。結局その人は見つかったの？いや、さすがにダメだった。そいつは河合って男で、この町じゃ毒にも薬にもならねえ小物だ。それがある晩昔の知り合いらしいのに囲まれてたんだってさ。多分過去によその町でトラブってたんだろう。そんで押し問答した後、最後には無理やりバンに乗せられてった。以来やつは姿を消したままだ。それってつまりどういうこと？どっかよそで殺されたんだよ。河合が生きてりゃ町に戻ってきてるはずだ。店からの給料もまだもらってねえ分があったらしいからな。ってことは今頃海の底か山の中にでも埋められたんだろうってことになった。その河合の昔の知り合いたちって誰だったの？さあね、10人近くいたみたいだ。見た目は仇の若いやつらで、女も混じってたんだと。でももう5年も前のことだからな。その目撃談があるということは、誰か河合信也がバンに押し込まれるところを見てたということですよね、5年前に。そう、見てたのは河合が働いてたガールズバーの子だ。まあ俺らはその子に話を聞いたってやつからまた聞きしただけだけど。そのお店の場所は？カムロ町で5年も前のガールズバーだぜ。もうどこにあったかなんてわかんねえよ。その間に何百軒も潰れちゃ新しくできてんだからよ。じゃあそもそも誰が今になって河合を探そうとしたんです？RK はその誰かから人探しを依頼されたわけですよね。そいつはもうちょい上に聞かなきゃ分かんないんだけどさ。それよりちょっと待った、こっちからも一つ聞いていい？はい。さっき沙織ちゃん可愛いシーンやって言ってたけど、なんであいつのフルネーム知ってんの？俺ら言わなかったはずだけど。なんだと？もしかして最初から可愛いのことを聞きたくて俺らと話してたわけ？何者？何をするんです？その手を離して。誰なんだお前？
通りすがりの RK ファンです。全然怪しいものじゃないんだから、やめてよ。え、そうだな、全然怪しくない。バカ、気を確かに持て。めちゃめちゃ怪しいよ。くそ、色仕掛けが通用する俺じゃねえぞ。誰なんだお前。源田法律事務所の弁護士で白崎沙織と言います。速やかにこの手を離しなさい。ああ、弁護士だったら何だっつうんだよ。そんなに偉いのかよ。話さないとあなたにとって面倒なことになりますよ。そんな男たぶらかすような格好して言うよね、沙織ちゃん。ああ、ざけんじゃねえぞ姉ちゃん。沙織ちゃん、あれ、目障りだぞチンピラ。東さん、てめえ。ったく、たちの悪いチンピラが増えたもんだ。あの、礼なんていらねえ。この街歩くときは気をつけな、特に美人。ありがとうございます東さん。だから礼なんて。え、なんで俺の名前を。白崎です、源田法律事務所の。お久しぶりです。嘘だ。いや、これは気がつきませんで、白崎先生。しかしすげえっすね、見違えましたよ。ありがとうございました東さん。私はともかくマリさんを危ない目に遭わせるところでした。本当に助かりました。若くて強くてかっこいい、私タイプかも。さっきの奴らは RK ですね。最近街中で調子づいてるんですよ。よかったら安全なとこまでお送りしますよ。いや何、俺も最近は暇してるもんだ。あら、そうなんですか。ちょうどいいですね、暇な者同士今夜は楽しく過ごしません。あ、じゃあその前に八神さんに電話を入れさせてください。八神の野郎、何してんですかね。白崎先生の電話には通行類内に出ろってんですよ。出ません、おかしいですね。もう一度かけてみます。殺された。ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越芝と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された。どうでしょう、カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由はだいたい金か女か、河合もそんなケースの一人なのでは。確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。ああ、よろしく。